マイデジ TV をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。本田美優です。今日はカラッと天気も晴れて、美優は2回目なんですけど、いつもは雨が降ってるとかって聞いたりしたので、くつなさんとかに聞いたりしたので、なので、でもくつなさんとかと武井さんもゴーリキさんと一緒にお着物着てできてすごく嬉しかったので、美優にとって一つまた宝物が増えました。全部可愛いんですけど、去年がピンクと水色で、ピンクでほとんど水色だったのかな。で、ちょっと大人ぶってる感じの、大人な感じだったんですけど、今回はちょっと子供だし、オレンジなのかな、ピンクみたいな感じにお花がいっぱい描いてて、ミーの好きな紫もあるので可愛いなと思って、この結びがなんかちょっと違う感じというか、ここがミユにとってはすごいポイントです。去年は幸せという感じで、楽しい、嬉しい、幸せだったんですけど、もうスケートも7年目で、お芝居も8年目なので、ミユちゃんは子供だからって通用しないっていうのはもう分かってるので、今年は周りの人とか自分のこととか、周りの人のこととかもいっぱい考えたので、もうとりあえずいっぱい考えて、いっぱい頭を動かしたかなって思ってるので、来年はもう悔し涙いっぱい泣いたので、嬉し涙を泣きたいなと思ってます。もう今言った通り、考えるという字かな。考える。去年は幸せっていう幸福の幸だったんですけど、今年はもう考えるという、考えるの方の幸です。ミユなんか口がカサカサするので、リップグリーム集めてたんですけど、今はお人形さんを集めるのがハマってるというか、趣味というか、なんか大好きです。カエルとかクマとか、今はまだ考えてないんですけど、それにあのお洋服作ってちょっと着させてあげたいなっていうのを今思ってます。クマちゃんとか、ふわふわのクマちゃんとか、カエルとか、そういうのを今すごい集めてます。寝るとき抱いて寝たりとか、普通のお家とかではないんですけど、こっちにいるとき、ホテルがもう小さい頃からずっと泊まってるホテルなので、そこにはもう人形さんをいつも置いてます。置いてもうすっごいとりあえず置いてて、でギュッて抱っこしてカーって寝てます。今ドラマ撮影がちょうどあって、で今進んでるので、その時も妹が多かったんですけど、ちょっと厳しい弟が2人いるお姉ちゃんなので、ちょっと厳しい感じのお姉ちゃんなので、でも本田美優はすごくそのクマちゃんとかを抱っこしてるっていう弟たちと一緒になっちゃうんですけど、でも役では厳しいお姉ちゃんとして頑張ってます。お正月はいつももう美優が生まれてない、一番上のお姉ちゃんが生まれた時からずっとなんか遊ぶというか、温泉にいたりとかしてるので、今年もいっぱい遊んで、いっぱいおいしいもの食べて、もっとスケートも頑張りたいなと思ってます。でもういっぱい、ほとんど起きた瞬間に朝風呂っていうのかな、朝行ったりするのも大好きなので、早起きしていつも行ってます。おせち料理もすごく大好きで、ミユの家には絶対にいつもいくらかなんか乗ってるんですよ。だからご飯にかけて食べるのが一番大好きです。来年やりたいこと、来年はあんまりそんなのは決めずに、さっき言った通り、嬉し涙をいっぱい流せる人というか、2015年にしたいなって思ってます。まあお父さんがいないというか、亡くなってしまって、お母さんと2人だけど、お母さんもちょっとなんかすごくお父さんが死んだということで悲しい感じで、みんな役も悲しいんですけど、おばあちゃんが中村珠緒さんで、すごく優しくて、でも役ではすごく厳しい感じのおばあちゃんで、で、まあ、テーマは手紙がテーマになってます。なので面白くて笑って泣いてがいっぱいかなと思っているので、みんもいっぱい楽しく頑張ったので、ぜひご覧ください。はい、2014年いっぱい考えたかなと思っています。来年は
いっぱいいっぱい悔し涙じゃなくて嬉し涙を流したいなと思っているので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。